問型営業の青木です。研修トレーナーの西野です。このチャンネルは、営業に関するお役立ち情報を発信させていただいております。よろしくお願いいたします。お願いいたします。先生も YouTube もね、はい、随分いろんなパターンで撮らせていただいてきました、はい、質問型営業のこともね、いろんな方知ってくださるきっかけに、ねね、はい、なっていることかと思うんですが、何人かの方はきっと気づいておられると思うんですが、はい、この質問型営業、青木が特に大事にしているのはスタートはお役立ち、そうですね、というところで、はい、先生お役立ち営業っていう名前にしようぐらいね、そうなんですよ、思っておられたんで、まあ、このお役立ちって、うん、あ、分かる分かる、役に立つんやろうっていう捉え方もそうあるかもしれないし、ね、うん、あ、もうこの商品をお客様に買ってもらうことがやっぱりお役立ちですよね、うん、って捉える方もおられると思うんですが、はい、やっぱり先生この質問型営業にとって大事なお役立ちっていうところを今日ちょっとお話を、そうですね、そのお役立ちというのは何をもってお役立ちなのかっていうね、ことなんですよ、はい、これは非常に実は意味が深いというかね、はい、だから、まあ、今のお話のようにとにかくこのいい商品なんでもう買っていただきさえすればお役に立つんだみたいなね、はい、入っていただきさえすればお役に立つんだというような信念のもとに、とにかく強引でももうぜひ、買ってください、もう手に入れてください、ね、あるいはお願いしますっていうね、いやその人のためにお願いするっていうこともあると思うんですよ、はい、ね、だけど果たしてその買った人がそれで本当にお役に立つのかっていうね、そこがね非常に疑問なんですよね、うん、まあその疑問が解決できずに私はもう本当に12年ぐらいね、はい、セールスをして12年ぐらいこう右往左往しながら、まあ、そこの、まあ、セールスということもどうしたらいいんだということとともに、どうやったらこの商品で本当にお役に立つということが言えるんだろうかということを考え続けてきましたからね、はい、で結論、はい、ということになりますが、実は本当のお役立ちというのはお客様が自らその意味を買って自発的に使う状態、うん、これがお役立ちということなんですよ。その商品を買って、自発的に、そうそう、まず営業マンが売るんじゃないんですよ、はい、お客様が買うという行動に出てもらう、それはなぜかというと必要性が分かったっていうことですね、自分にとって必要である、そうすると必要であるっていうことはどうなるでしょう、それを使うっていうことになりますよね、行動に出ますよね、そう、はい、うん、それも必要性をものすごく感じたら一生懸命使おうとしますよね、はい、で使ってメリットを感じる、価値を感じる、はい、ああよかったなって思いますよね、はい、そうするとやっぱりそれを提供してくれた会社営業マンに感謝しますよね、感謝します、はい、そうするとまた今度はリピートがかかりますよね、他の商品でも今度は入りやすい、うん、お客さんは信頼して買っていただける、はい、ということになると他の商品もそこから採用する、それから今度はご紹介、他の人にも言いますよね、ねえ、これすごくいいんだみたいな感じで、そういうことなんですよ、はい、でそれの原点はお客様が買うという状態なんだと、ところがこれ打ってお客様がもう一つね、あのメリットを感じてない、まあ営業マンね一生懸命言うし、うん、まあそこまで君が言うんだったら買うかと、いうふうに、まあどっかで説得されて買うと、なんかありがちな話ですよね、そしたらどうでしょう、はい、意味が分かってないから、はい、なんかその使おうとするのもなんか邪魔くさいなみたいな、ちょっと忙しいね今、そう、まあ、とりあえずちょっとまた使うけどここ置いとくかみたいなね、ちゃんと置いてあるんやでみたいな、ね、そう、うん、そしたらそのうち埃りをかぶって、いやそう、はい、何これ邪魔やなみたいなね、何やねんこれ、そう、でそこへ営業マン来た時に、あ、この間ありがとうございますとかね、もう以前はありがとうございますって言ってね、あーって思い出す、
あーって思い出した時に、なんか嫌なイメージが、あの邪魔な箱みたいな、持ってきたやつやみたいなね、いやいやそれもう商品が箱に変わってんのよ。うわー、ほこりたまった箱ですよね。そうそうそう、いやいやな、ほこりたまった箱売られたみたいな。だからそれじゃ意味ないよね。感謝されない、迷惑がられる、そうすると二度と聞こうと思わない、はい、話をね、はい、当然人にも紹介どころか、 あれねあんまり良くないよみたいな、使ってもないのに、うちもこうだけどずっと置いてあるわみたいな。どうです、これお役立ちだ、お役に立とうって思って、そうそうそう、もうとにかくこの商品サービスを取り入れてもらうことがお役に立つんだっていうふうに、そう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 、そうなんですよ、突っ走ってると、そう、あ、そこがもう間違いの始まりなんですよ。じゃあこれどういうことかというと、買ってもらうということが、まあ、まず最初のゴールですよね、はい、売るんじゃなくて買ってもらうっていうことです、はい、で買ってもらおうと思えばお客様は意味がなく買いませんから、はい、やっぱり自分に役立つということで買ってもらえるわけやから、はい、やっぱりその分野のことをお客様に会った時に質問する、はいはい、ね、うん、でそういうことを考えてるとか欲求ニーズがあるということを聞き出す、はい、ね、そして聞き出したからにはじゃあその役立つお話ができますけど、うん、そういうことを解決する方法はありますけど聞きませんかということで、はい、あ、それやったら聞かせてもらおうかっていうことで商品説明聞く、うん、でそして欲求ニーズを持って聞いてるから、うん、ああ自分のことに関連づけて、あ、これやったら良さそうやなと思う、はい、ね、だから自然に、あ、これは欲しいと思って自らクロージングへと向かい、じゃあそれちょうだいっていうことになるわけ。なるほど。だからいいですか、はい、こういうふうに考えるともうお出会いの時からずっととそれぞれの点がお役立ちでつながってるんですよ。本当ですね。そうでしょ、アプローチも役立ってなかったらプレゼンいかないし、プレゼン役立ってないとクロージングいかないし、クロージングで役立ってないと買っていただけないし、はいはいはい、だから点がつながってずっと線になってたどり着くことなんですよ、うん、どうですかこれ。質問が定義をしよう、質問が大事っていうよりは、もうお役立ちをするためには、質問しないと、そういうことなんです。お役に立てない。そう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 。そういうことなんですよ。だからお役立ちということのために質問がある。だからどういうふうに質問したらうまくクロージングできますかっていうね、そもそもこれはもう全くもう勘違い。ということですよね。だからその営業自体がお役に立つためにあるんだっていうね、はい、というところから、そのお役に立つためにあるスタートはもうそれこそお客様に会う前からお役立ちということがずっとつながって出会いがあってということになってるわけ。あの先生が、ね、うん、昔はスーパー説明型営業マンでいらっしゃって、はい、うん、でも実は胸の内は苦しくって苦しくって、はいはい、っていう中からそのはってこうあるたまたまの出会いからね、その質問型映画が生み出された、うん、でその営業商談中に先生がもう奇跡的にお客様との一体感ぐらいを感じられたこと書かれてる、あのそう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 、もうまさにそのスタートからお役立ちの関係がずっとできて、説明に入ってクローディングに入って熱心に使うようになってっていう、こうもう本当にそのストーリー通り進めたのは入り口っていうことですね。あの本紹介していいですか。ああ、いいですよ。はいはいはい。これあの知る人ぞ知るぐらいの感じ、はいはいはい、先生の14冊目の本ですが、はい、そうですね、ちょっとご説明を、まあ、今度あのこれがこれ海外でもな、中国とかね、台湾とかにも行ってますけどね、世界一シンプルなものの売り方って言うんですけど、まあ、いかに役立つっていうところに集中するか、
その考えを持ってやるとゾーンに入っていくよっていうお客様との関係でね。ゾーンっていうのは分かりやすく言うと、ラポール、お客様とのもう本当につながるっていうね、そういうようなことですね。結構私もこれ初めて読んだ時に、へえ、営業で ここまでの心境にたどり着けるんやって。そうそうそう、だからお役立ちの心境、非常に驚いたの で、ね、またねこれも、はい、国名にその様子が書かれてますので、ね、はい、またこれも読んでいただければと思います。はい、まあ、そういうことで、とにかくお役立ちということの、ね、重要性、その結果としてセールス営業につながっていく、そして、ファン作りにつながっていって、最終的には営業しなくてもお客様が営業してもらえるようになるという姿、はい、ね、いうようなことがまさに、このお役立ちであるというような、ね、ことでございます。はい、はい、そういうようなことでいかがでございましたでしょうか。お役立ちの意味がね、分かっていただけましたでしょうか。このお話いいなと思っていただいた方はいいねボタン、あるいは登録をねお願いしたいと思います。あとぜひ、質問型営業の入門編、そのお役立ちの心を持ったロープレー、そんなことをねご説明もさせていただいております。あの入門編の最後には、はい、その青木が説明型から質問型に転身したその感動的な瞬間のお話もさせていただいてますので、ね、はい、西野がね入門編はね、はい、担当させていただいております。はい、はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。